ソアゴメは、昆虫砂の一目。伝統的には、チャタテムシメとシラミメに二分されていた。これらは現在でも便宜的に使われるが、アモクなどに格下げされたのではなく、正式な分類群としては認められていない。なお、シラミメとヤクシュール、分類群に、サイラッペターーとアナプラーラの二つがあるが、以下では単にシラミメというと、サイラッペターーのこととする。伝統的な二目のうち、 茶ム虫目は、側系統である。白身目は、マルツのハジラミア目が別の系統に属するので、多系統である。伝統的には7ア目に分かれる。このうち、粉茶てア目は、側系統であり、分岐分類学的な立場からは認められない。そのため、白身目の4ア目を、粉茶てア目、七プセセティ下目に含めるなどの分類が提案されているが、 確立した系統分類はまだない。古い分類での三目はそれぞれ生態に対応している。かつては、茶縦虫目、白ハ目、ラミ目の三目が置かれていたが、その後、白ミ目と恥み目を白ミ目に統合し二目とすることが主流となった。二目は禁煙と思われており、1982年、二目の上位分類として、祖学類ソコデアが提唱された。 ただしこの時点では、二目は共に単系統だと思われていて、目として扱われていた。特に白ミ目は、その生活感のすべてを哺乳類、または鳥類に寄生して過ごすという稀な特徴があり、多くの共通派生形質を共有していたことから、単系統性が強く信じられていた。その後、形態を使った系統学的解析により、白ミ目と粉茶テあ目が、 姉妹群をなし、チャタテムシめは、側系統だと考えられるようになった。しかしこの段階ではまだ、シラミめは単系統だと思われていた。しかし、18S ドナを使った分子系統学的解析により、しらみ目と、コナチャタテアもくの系統は複雑に入り組んでいることが、わかった。しらみ目マルツのはじらみアモクが、他のアモクと別系統であることが判明し、 ラミ目は多系統であることが分かった。したがって、共通派生形質は、規制に伴う修練進化であったとみなされる。ありがとうございます。